どこでもグリーンオン。本日ですね、2回目の放送となります。この番組は、グリーンがお届けする、ラジオ的 YouTube ですね。前回いろいろと視聴者様から、どういうことをやってほしいとか、いろいろいただいたんですけども、まあ、告知してた通り、今回はルール初級編、まあ、初級編といっても、今回2019年からルールが変わるんですよ。ゴルフいろいろ大きく変わります。でその中でも、僕が、実際にラウンドする中で使えそうな、ルール変更っていうのをちょっと抜粋して、紹介したいなと、思ってます。まあ結構、まあ、ネットとか見ててもこのゴルフルールここまで変わることはなかったとか結構言われてるんですよ。僕そんなにやっぱり長いことゴルフやってないので、まあ今までどうだったのかっていうのはあんまり分かんないですけど、確かに僕がやり始めてまあ5年ぐらいですかね、まあ本格的にやり始めて、まあ5年ぐらいの間でここまでルールが変わったことはなかったなっていうのは実際あるんですけど、まあ、けど使えるルールもすごくあると思うんで、やっぱりこれから始めたい方とか、まあ、なかなかスコア伸びない方とか、このルール知っとけばもしかしたら100ギリいけたよとかっていうのにつながればいいかなって思ってこの動画撮ってます。じゃあそれでは早速いきましょうか。まあなぜここまで、ルールが改定されたのかっていうと、やっぱり目的がありますよね。その目的っていうのが、まあこちらですね。ちょっと字汚くて申し訳ないんですけども、プレー時間の短縮と複雑な規則の緩和というルールが目的があります。やっぱりゴルフってすごい格式高いよねとか、ルール難しいよねって覚えるの大変だなとかっていう、人ってすごいたくさんいると思うんですよね。なのでなかなかゴルフに手をつけられないとかっていう人が、まあこういうふうにもうルールが少し変わって簡単になることによってやり始めてくれる、ゴルフやってみようかなみたいな思ってくれる人が、まあ、1人でも2人でもいれば、まあ、ゴルフ盛り上がるんで、僕たちの、まあ、恵比寿ゴルフレンジャーの最初の一番最初のオープニングでも言ってましたけど、やっぱゴルフってすごい楽しいんだよ、やっぱ年配の方だけがやるスポーツじゃないですよっていうのを、まあ、伝えたい、ゴルフって楽しいんですよっていうのを伝えたいっていうところからの、まあ、スタートだったんですけど、まあ、このルールにもやっぱりつながってくるんじゃないかなと思ってて、まあ、すごいいい、僕的にはすごいいいルール改定だなって思ってます。やっぱ下手くそからすればすごいこのルールはもういろんなところで使えるんじゃないかなと思ってます。で、まずちょっと先ほども言いましたけど、今日、お伝えしたいのは、まあ、実際僕がラウンドするにあたって使えそうなところのルール改定っていう、まあ、全てじゃないんですけどちょっと抜粋して紹介させていただきたいなと思います。まず結構これ大きいですね。こちらです。バンカーについて、まず一つ目が自然物の取り除きが OK になったことですね。この自然物っていうのが、例えば枝、石とか、今まで、取れなかったんですよね。そのまま打たなきゃいけない、ありのままでプレーしなきゃいけないっていうところが、今回、まあ、打つにあたって妨げになるのであれば取り除いていいという形になったと。はい。で、これ2つ目すごいですね。アンプレアブル宣言により、2打罰によりバンカー後方の外側に出せる、こちらですね。このアンプレアブル宣言
ていうのが、まあ、打つときに困難な、まあ、救済処置ですね。救済処置で、今までだったら、バンカー内だと、1打罰での、救済処置っていうのは3つあったんですよ。ボールとピンを結ぶ後方線上にドロップ、これただしバンカー内なんですよ。なので、ボールとピンがある、後方ですね、ボールより、ボールの後方にドロップできる、だからバンカー内で、1打罰ですね。で2つ目が、2クラブレングス以内に、ピンに近づかずドロップなんで、これもバンカー内なんですよ。2クラブ、これは例えばドライバーとか、まあ、長いやつの方が有利なんですけど、ボールがあるところから前に行けないんで半径ですね。じゃあこっち側がピンだとしたら、ボールがある位置から後ろですね、この2クラブの後ろ側に、ドロップできるという、救済処置が一つありました。もう一つで、あともう一個が、元に戻って、打ち直し、これ正直戻ってる時間なくてなかなかできないと思います。まあ、近くからのミスショットでバンカーに入ったとかだったら、まあ分からなくもないですけど、まあ、結構長い距離打ってきて元に戻るっていうのはやっぱり後ろの組に、まあ迷惑かかったりとかっていうところがあるので、まあ僕もこれはやったことないですし、正直アンプレアブル宣言したことなくて今までで、まあした方が良かったなって後悔することはもちろんありましたね。で、このルール改定によって、もう一個できたのが、2打罰によって、バンカーの外に出せる、ただし、ピンに近づかない、なんで後方ですね、後方の、バンカー外に出せるっていう、ルールが一つ追加されました。これは、正直初心者の方、まあ結構顎が高いバンカーとかちょっと目玉になってる状態とかの時に2打罰で外出して、でまあ打ちやすいところから打てるっていうのはすごく大きなルール変更じゃないかなとで思ってます。ただやっぱり2打罰ってすごい大きいんで、まあ、使う人使わない人まあいると思いますし、まあやっぱり打ちたいですよね。どんな状況でもそう、顎が高えとかってなったとしても、まあ、僕の場合打っちゃいますよ。なんか冒険しちゃいますよね。で後で後悔するタイプですね。うわ2打罰しとけばよかったみたいな、1打罰しとけばよかったみたいな。けどやっぱりルール知ってることによって、その状況によって使い分けられるっていうのはやっぱスコアメイキングにもつながると思うんで、これはちょっと覚えておいた方がいいかと思います。バンカー内は、4つに、アンプレアブル宣言が4つに増えたとってことですね。いろいろですね、前回の動画の中で、動画を上げた中ですごいコメントがいろいろ帰ってきてたので、ちょっとコメントもちょっとご紹介したいなと思います。まあ、ちょっと抜粋になっちゃうんで申し訳ないんですけども、YouTube ネームチムチムさん、記念樹かっこホールインワンのやつ植える企画お願いします。なるほど、面白いですね。面白いけどこれホールインワン出さなきゃいけないってことですよね。ああけどホールインワンって人生に一度ではいいからやってみたいですよね。これ、まあ、僕やっぱまだまだ下手くそなんで、どうだろうな、パー3ですげえ寄ったって言っても多分1メートルぐらいかな、今までのラウンドしてる中で、あすんげえベタピンだって言っても1メートルぐらい。けどまあ動画見てる方の中にはもうホールインワン出してる方もすごいいるんじゃないですかね。
ぜひフォルイマ出したっていう方コメントください。じゃあ次いきます。 YouTube ネーム社会人ゴルファーニビーロさん、いつもありがとうございます。やっぱショッカーへ取って倒して知名度を上げましょう。まあそうですね、まあ、これは、まあ、グリーンの企画ではなく、まあ、レンジャーの方でいろいろとやれればいいかなと。まあ 某有名 YouTuber も出てくるかもしれないしね、まあ、まあそれはいろいろとちょっと楽しみにしておいていただければ。はい、じゃあ続いてです。YouTube ネーム鉄高さん、はい、グリーンキャラ不明説、個人的にはなんかいいやつと思ってた。ありがとうございます。チャラ男飛ばし屋リッチマンの中に紳士キャラで行こう。あー、いいっすね。チャラ男はこれイエローですかね。飛ばし屋はまあブルーでしょうね。リッチマンもレッドなんで、まあ、チャラ男はやっぱイエローですね。まあ紳士キャラいいっすよね。やっぱなんかコメントの中でもレンジャーってチャラいよねみたいな、なんか全体なんですかね、わかんないですけど、チャラいよねって言われる中に紳士キャラ、まあいいっすね。僕はちょっと紳士キャラでいきます。じゃあ、まあむしろやっぱレンジャーってまあふざけてる、まあ面白い、もちろんまあゴルフやするのはすごい楽しいんで、なんかすごいありがたいコメントすごい多くて、レンジャーってなんか楽しそうにゴルフするよねってすごいコメントいただけるんですけど、まあもちろんそうなんですよ、本人たちすごい楽しんでるんで、まあその中でもふざけ、まあ中にはやっぱりふざけてるんじゃないのみたいな単純に思われることもあるかもしれないですけど、まあその中でもやっぱ紳士キャラいたらちょっと変わるかもしれないですね。あいつ真面目じゃんみたいな、つまんねえけど真面目じゃんみたいなそんなキャラをちょっと目指していきます僕は。